はい皆さんこんにちはもてきです今回の賭けポーカーにターンを発する一連の出来事それから今後の令和の虎について僕なりの見解をお伝えしたいと思います騒動以降ですね twitter などかなりフォローも増えましてまあ、何らか僕からのメッセージがあるんじゃないかと期待してくれた方も多いと思いますメッセージ出せずに申し訳ございませんこれからお話ししますけれどもあまりにも過中にいたためメッセージを出すタイミングについてはかなり慎重に判断をさせていただきました まず前提として僕はまあ令和の虎の大ファンですしファンクラブのメンバーでもありますそして同時に虎でもあります両者の気持ちが誰よりもよく分かっているというふうに自負してますそんな中で僕が今回の騒動を通じて真っ先に思ったことは令和の虎の日を消してはいいいけないとということです令和の虎はもちろんエンターテイメントなんですけれども同時に起業したいという人たちに対してバックアップをしていくということをテーマとしたチャンネルだと思っています 僕もそのテーマに惹かれて虎になりましたこれからの日本は少子高齢化それから労働力人口の減少によってこのまま放っておくと外国人の方たちが覇権を握ってその下で日本人が貧しく働くそんな風な国になってしまうと思いますその中で少しでも多くの日本人の人がビジネスを手掛けて成功してこの国の将来を引っ張っていくそんな国になってほしいなと思いますし 僕が運営しているモテ企業塾もそういう気持ちを込めて発信をしていますそして虎になった理由もまさにここにありますその意味で「令和の虎」というチャンネルはとても社会犠牲の高いチャンネルであるというふうに考えています今回の騒動に関してなんですがまあ多少乱暴な言い方をすれば僕は家にあくまでも当事者自身の問題であって僕も含め他人がとよかく言う問題ではないかなと。 いうふうに考えていますですので僕はここについて深く言及することはしません繰り返しになりますが僕の中で最重要ポイントはここまで岩井主催を中心に築き上げてきた令和の虎この日を消してはいけないこの一点につきます騒動以降岩井主催と数人の虎の間で連日のように今後の令和の虎についてどうしていくか、えー、こういった打ち合わせがなされてきました僕もその中の一人です皆さんから見ると 渦中にいない虎が生還しているように見えたかもしれませんが裏では実にいろんな動きがありましたその中で一番の課題になったのがこれまでオールになった虎の子たちをどうしていくかという問題です彼らは令和の虎を通じてビジネスを始めた人たちであり一連の騒動を通じて大きな影響を被っています先ほどこの騒動に関してはあくまでも個人間の問題とお伝えしましたがここに関してだけはそうも言ってられません 令和の虎存続が僕の願いではありますけれども、令和の虎のテーマが起業家たちを応援するというものである以上、この問題を避けて通るわけにはいきませんし、この課題に対処せずに存続も何もないというふうに僕は考えております。ここについては特に時間をかけて議論を行い、一定の方針を決めることができました。後日、祝い主催から発表があると思いますので、そちらをご覧ください。 この問題に最大限対処しながら同時に新しい志願者に対応していく良質なエンターテインメントをお届けしていくこの両軸を同時並行的に進めていくことが今後の令和の虎の進むべき道だと思っておりますそして実際その方向で進んでいくと思います僕の影響力は非常に微力ではありますけれども他の虎の方たちと一致団結して令和の虎を少しでも盛り上げていきたいと思っております皆様これからも変わらぬ応援をよろしくお願いいたします最後になりますが、 今回の騒動の渦中にある虎の皆さん、ぜひ戻ってきてほしい、そう思っています。様々な意見はあると思いますが、彼らは令和の虎の創世記から令和の虎を盛り上げてきた欠かせないメンバーだと思います。そしてビジネスマンとしての能力も稀有なものがあるというふうに考えております。戻ってくるまで残されたメンバーが一生懸命令和の虎を盛り上げていきますので、またお会いできる日を楽しみにしています。以上です。 今後、令和の虎にどういうスタンスで挑みますかまあちょっとさっきも言ったんですけど、令和の虎を通じてねビジネスをスタートする人たちっていうのがいるんですけど、その人たちをどれだけしっかりサポートできるのか、ここの重要性をすごく痛感したんですよね。今後はもちろん出資自体も大切なんだけれども、その後のサポートをどれだけしっかりできるかというところが、僕にとってはさらに重要なテーマになって 来たと思ってますまあ僕そもそも出資した後基本口は出さないっていうスタンスではいるんですけれどもそれを踏まえても自らが本当に応援したいなって思えるかどうかっていうのはこれまで以上に重要なまあ、判断ポイントになるかなというふうに思ってきましたこれ以降正直出資のハードルっていうのは今までより高くくななってくるかなという,ふうに思ってます、まあ、いいます意味でより厳しい目で真に応援したいそういう志願者を見つけていきたいなっていうふうに思ってますそして精一杯サポートしていきたいなと思ってます はい、今後の令和の虎の方向性について何か考えることがありますかうーんまあすごくいろいろ考えるんですけど、まあ、さっきもお伝えしたけど、えー、と虎の子をどうやってより深く支援していくかっていうところが何より重要かなと思ってるんですよね。まあ、ちょっっと一個アアイディアはあるんですけどのの入れ替え性っていうのを ちょまあ考えてたりしますって言っても僕が主催ではないので虎の一人として個人的なアイディアなんですけどねあの令和の虎ってこれからもね長く続いていくチャンネルになると思いますしまあそうなっていくべきなんじゃないかなというふうには思ってるのねその時にドキュメンタリーバラエティ番組とかがよく撮ってる手法なんですけど例えばシーズン1シーズン2シーズン3みたいなね仕立てにしてシーズンが変わるごとに虎を総入れ替えするというのはどうかなというふうに思ってます、まあ、もしかしかたらら枠ぐらいね、OB トラ枠みたいなのね作ってもいいかなとは思ってますが、まあ、基本的にはそのの入れ替えててていいいくっっうううはどうかなというふうに思ってますねこれやると何がいいことがあるかっていう常にフレッシュな虎が出てくるので、まあ、視聴者も新鮮な気持ちで飽きずにあの番組をずっと視聴していくことができるかなというのがあるのと,と何よりもここ一番重要なんですけどトラは出演回数が決まってくるんですよねシーズンごとに変わるので。 虎は出演回数が決まるんで、まあ、支援する志願者の数っていうのも必然的に上限が決まってくるんですよそうすると自分のキャパを超えない範囲で虎の子をしっかりサポートすることができるということがあるかなと虎もね無限の資金を持ってるわけではないのでやっぱり回数が決まることで今までよりも思い切った投資ができるかなっていうふうにも思ってます虎、はい、もね一回一回の出演にねより気合いが入ってくると思いますし、まあ、そういう意味ではすごく緊張感のあるタイガーファンディングができるんじゃないかなっていうふうな気がしてますね 多分今後令和の虎が伸びていけば例えばひろゆきさんとかね青白王子みたいなね有名な方々もね続々と虎として立候補してくるんじゃないかなっていうふうに思いますしシーズンごとにするんであれば毎シーズン目玉になるようなね虎が出てくるみたいなのもちょっと面白いかなというふうには思ってます、まあ、一方でえっ、ー、とー個人的にはその有名な虎ばっかりが5人並ぶみたいなのっていうのは令和の虎としてはあんまり面白くないかなというふうには考えてるんですよね今までね 一般には知られなかった社長が虎として出てきて、出き最初これいつ誰だって話なんだけどそこでこう結構意外な魅力みたいなのを発揮してそこにファンがついてくるっていうのも僕は令和の虎の一つのつ大きなななな魅力なんじゃいいかなと思っていて、例えば竹内さんとかもそうだし「ドラゴン細井」とかもそうだし北川社長とかもねそうだしこの方たちも元々メジャーだったわけではないので、まあ、こういった令和の虎の仕組みの中で出てきた魅力的な虎なんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。 まあね、これはまあ非常に個人的な一つのアイデアに過ぎないんですけれども、まあ、令和の虎を、ね、愛するものとして、ねまあ、今回をいいきっかけとしてこれからも岩井秀斎にいろんな、ね、提案をしていきたいなというふうに思っています。ということで皆さんご視聴ありがとうございました。今後とも令和の虎をよろしくお願いします。